ジョン・オブ・ゴーンとは、イングランドの王族。イングランド王エドワード三世とフィリッパ・オブ・エノーの、成人へ達した三番目の息子。ランカスター家の祖で、ランカスター朝創始者、ヘンリー四世の父。エドワード・クロ、大使、クラレンス公、ダイオネル・オブ・アントワープは兄、ヨーク公、エドマンド・オブ・ラングリー、グロスター公、トマス・オブ・ウッドストックは弟。イングランド宗教改革の先駆者。 ジョン・ウィクリフの保護者として知られる。1342年にリッチモンド博に助赦。1359年、初代ランカスター公ヘンリー・オブ・グロスモントのジ,ジョ・ブランシュと結婚し、ランカスター公となった。結婚により、ダービー博領、リンカーン博領、レスター博領も手に入れ不由になった。ゴーントと,とは、出生地であるフランドルの都市ヘントを指す。 1369年から再開した百年戦争において多くの戦いに参加。1371年にイングランド軍を率いていた長兄のエドワード・クロ大使が病気でフランスからイングランドへ帰国すると指揮を引き継いだが、さほどの戦果は挙げられず1374年に帰国した。国内では老いた父エドワード三世に代わって国政を取り仕切った兄と対立。 1376年4月の全領議会で先生ぶりを非難され、課税撤回と宮廷腐敗をもたらした大臣たちの議会弾劾、父の愛人、アリス・ペラーズの追放などを議会で決められた。しかし、同年6月に議会の後ろ盾だった兄が病死すると巻き返しに出て、翌1377年の議会で決議をすべて無効にして実権を取り戻した。 同年に父も亡くなり老いのリチャード2世が即位すると、補佐として置かれた、評議会の筆頭として、実験を振るったが、1381年に、課税の失策により、ワット・タイラーの乱を誘発させた。ランカスター港は、スコットランドへ外交活動をしていたため不在だったが、ロンドンの邸宅、サボイグーは、反乱軍に破壊され、反乱鎮圧後の1383年に、 リチャード2世が申請を開始すると権力から遠ざけられた。リチャード2世に後継ぎが生まれなかったため、恩意継承を目指して、イングランドでもフランスのような男系継承のみを認める、サリカ法を採用することを主張したが入れられず、リチャード2世はランカスター公の兄である、クラレンス公、ダイオネル・オブ・アントワープの女系の孫である、マーチハク、ロジャー・モーティマーを、 王位継承者に指名した。1386年からイベリア半島に遠征し、5歳の権利としてカスティーリャ王位を主張したが果たせず、王位要求を放棄する代わりに、娘キャサリンとカスティーリャ王子エンリケを結婚10万ポンドの金や年金受け取りで妥協して1389年に帰国し、留守中に生じたリチャード2世と卒位派貴族の対立及び、 非常議会で生じた、亀裂の修復に努め、貴族の国王追求を止める代わりに、国王の先生も抑えることに尽力した。その会いあって、リチャード2世からの信頼を獲得、1390年に、アキテーヌ行為を譲られた。さらに1397年、リチャード2世から4人の諸子を着手に格上げする、計らいもあり、晩年は、リチャード2世よりの姿勢をとっていた。 しかし同年、リチャード2世は、ランカスター公の弟で卒位派貴族のメンバーでもある、グロスター公、トマス・オブ・ウッド・ストックらを逮捕して殺し、ランカスター公の死の前年の1398年、彼の息子で、同じく卒位派貴族の一員だったヘンリー・ボリングブルックを国外追放した。さらに1399年に、ランカスター公の死を見届けると、 ランカスター公領の没収を命じた。ボリングブルックは帰国して反乱を起こすと、リチャード2世を捕らえて位しヘンリー4世として即位した。詩人調査の公爵夫人の書において、白の貴夫人と称賛されたブランシュとの間に7人の項目を受けたが、成人したのは一難二女だった。ブランシュの死後。 1371年に二度目の日として、カスティーリオ・をペドロ一世の娘、コンスタンスを迎え、一男一女を設けた。1394年に、コンスタンスを失うと、1396年に10年来の愛人、キャサリンスウィーンを同正式に三度目の夫人にした。彼女は、ランカスター公の母フィリッパが嫁ぐ際に随行してきた、騎士の子孫で、 愛人であった間に三男一女が生まれていた。正式に結婚した翌年の1397年に四人の諸子は着出子になることが認められたが、その条件として大井継承権を剥奪された。さらに1407年にはヘンリー四世によっても大井継承から除外することを確認された。それにもかかわらず彼らは暴報溶けとしてランカスター朝で繁栄し、 子孫はヘンリー7世として、チューダー朝を創始することになった。ヘンリー4世、キャサリン・スウィンフォードとの間の長子ジョン、バッシュジョン、その名にあたる同盟の孫娘、さらにその名にあたるソ孫ソマーガレットを通じて、ジョン・オブ・ゴーンとはヘンリー4世以降のすべての、イングランド君主とジェームズ2世以降のすべての、スコットランド君主の共通の先祖である。ジョン・オブ・ゴーンとファインド、 A グレーブハット ABCD 松村 P378 森 P177 青山 P367 ロイル P32 森 P155 青山 P375P376 河北 P101P103P105P106 松村 P291 森 P160P164 P176, 青山 P378, P379, P401, 河北 P106, 松村 P291, ロイル P33, P40, P41, 森 P164, P169, 青山 P382, P386, P387, P404, 河北 P110P113、松村 P379、ロイル P53、P59P60、P74P79、森 P177P178、森 P178、ロイル P32、森 P179P180、ロイル P75P88、イングランド王ジェームズにせいでなくその先祖。 ありがとうございます。